アレクシー・ホセ・アマリス・ター・アゾカルは、ベネズエラ・バルセロナ出身のプロ野球選手。右ト左ヒメキシカン・リーグのベラクルス・イーグルス所属。ニックネームは、マイティ・マウス、または、リトル・ニンジャ。2007年にロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムと契約して、プロ入り。2011年4月26日の、オークランド・アスレチックス戦で、メジャーデビューを果たした。 2012年5月3日にエルネスト・フリエルとの1対2のトレードでドン・ローチと共にサンディエゴ・パドレスに移籍した。2014年3月3日にパドレスと1年契約に合意した。2015年1月16日に球団を年俸調停を回避し2年契約総額250万ドルで契約を結んだ。2016年12月2日にロンテンダー FA となった。 2017年1月17日にコロラドロッキーズと1年契約を結んだ。11月5日に球団が2018年の契約オプションを行使せず FA となった。2018年1月24日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、開幕前に解雇となり、3月27日に フィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。7月3日に解雇となり、7月29日にメキシカンリーグのキンタナロー・タイガースと契約。8月16日に解雇となる。2019年3月19日に独立リーグアトランティックリーグのニューブリテン・ビーズと契約した。シーズン終了後に行われたニューブリテン・ビーズのリーグ脱退に伴う分配ドラフトで、 シュガーランドスキーターズに指名され、2020年3月11日に、シュガーランドスキーターズと契約したが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、リーグが開催されなかった。2021年2月9日、メキシュカンリーグのベラクルスイーグルスと契約した。内野手登録だが、基本的にどこでも守れるユーティリティプレイヤーであり、外野手としての出場も多い。ありがとうございます。